写真拡大。全3枚。セリーグ、巨人1対2阪神、24回戦、巨人15勝9敗、16日、東京 D 超満員の東京ドームがどよめいた。同点の6回、巨人坂本勇人内野手、30の交代を告げるアナウンスが流れた。直後に先発の桜井が押し出し四球を与え、惜敗。原監督は主将のコンディションを正常ではないということでしょうなと説明した。8月27日の広島戦、東京ドームでも同様のケースがあり、今回も大事を取った模様だ。吉村打撃総合コーチは足の張りがあった。怪我をしたからではないと強調した。前日15日は阿部が右手に四球を受け、この日の先発メンバーから外れた。エース菅野も腰痛で今季3度目の登録抹消。リーグ V が目の前のチームは満身創痍、創痍で戦っている。坂本勇は次の試合に出られるように最善を尽くしますと語った。 DeNA が敗れたため優勝へのマジックナンバーは4。最短 V は1日延びて20日の DeNA 戦、横浜だ。現巨人は最後の力を振り絞る。伊藤の